穴森線を走る29号系38号。京浜電気鉄道29号型電車は、京浜急行電鉄の前身である、京浜電気鉄道に過去に在籍していた、通勤系電車である。1913年、天野工場と大日本軌道鉄工部で29の40の12両が製造された。木造車体は、モニター屋根、丸妻正面3枚窓。 両端解放デッキ、トロリーボール終電、救助網付きと1号型とほぼ同様の構造である。東京主電乗り入れ配信と連結運転開始に伴い、ステップの撤去、連結機取り付けを行った。1933年に29から35は制御者化されている。 1941年大東急発足により区29から31学派5220系5221から5223区32から35学派5100系5101から5103で36から40がで派5100系5104から5108と改版されたこのうち区派5220があたは東急厚木戦に敗点となり 区派3140型となった。また合併前までに中央扉の設置、開放デッキに外釣り式扉の取り付けが行われている。戦後の輸送量逼迫に対し使用施設に割り当てられた国鉄63型の見返りに東急は5100型と3140系の放出を決定。このうち七両を百四十七年に高松こ平電気鉄道が 譲り受け、同社の60系、70系、15000型となった。3141.3142は、東横車両で最伝層の上1948年に、和歌山鉄道2乗と、模波501型となった。5222枠派3660系区派3662に、車席を譲り配車。 この区波3662は1975年まで東急で走った後、作家の斉藤茂田が引き取って東京都府中市の斉藤病院で使われた。他の生き残り者もこの前後に廃車された。ありがとうございます。